シドニー・パーキンソンはスコットランドのクエーカー教徒で博物画家である。1762年にパーキンソンはジョセフ・バンクスによって記録画家として雇われ、ジェームズ・クックのエンデバー号による第1回の太平洋航海に参加した。バンクスやダニエル・ソランダーが集めた数千の植物や動物の博物画を描いた。何百という標本に囲まれた狭い船室で暮らし、 絵を描いた。タヒチでは絵の具にかかるハエの大群に悩まされた。パーキンソンは、ケープタウンへ向かう、途中のジャート沖で赤里にかかり、戦場で没死した。バンクスは、彼の親族に、多くの報酬を払った。パーキンソンを記念して、黒水泣き鳥に懸命された。パーキンソンの描いた図は1988年に35巻の、アレクトヒストリカル・エディションズとして出版され、 ロンドンの自然史博物館によってデジタル化された。1986年オーストラリアで肖像が記念切手として発行された。パーキンソンは植物の学名で命名者を示す場合にシドニー・パーキンソンを示すのに使われる。ありがとうございます。